めでとう。これで一流選手の仲間入りだね。そうだよね、実は僕。おめでとうございます。さあ、私の豊満な胸に、その鋭い眼差しとオーラ、まさか。マコさん、お久しぶりっす。命がけでプロ野球選手を応援するファンの集い、通称玉打ち会。そのお方は初代総長マコさんこと入江誠さんであります。それは私がまだ玉のように可愛い少女時代、まあ今でも玉のように可愛いですけど、当時の誠さんは伝説の応援マシン、人呼んで不死鳥の誠。5メートルはあろうかという応援機を雨が降ろうが決して下ろさずに応援し続けて。それぐらいでいいんじゃない。はい。今まで嘘ついててごめんなさい。カレンが言ってるみたいに、僕も昔は玉打ち会を取り仕切って無茶もよくしてたんだ。でも応援したいと思える選手がいなくなったからやめちゃったの。でも偶然見かけた中学時代のあなたの姿に、僕は心を強く打たれたんだ。この人がプロで活躍するまで本気で応援したいって。さすがマコさん、中学時代から目をつけていたとは。僕は引退してたから陰からひっそりと見守ろうって心に決めてたんだ。でもプロに入っても才能を発揮しきれないあなた、そんな姿を見て思ったんだ。僕が応援するしかないって。とにかくこれで僕の願いも叶った。もう思い残すことはないよ。本当におめでとう。そして夢をありがとう。ファンはどこまで行ってもファン、恋は現金、それが玉打ち会の掟なんだ。さようなら。カレン、行くよ。はい。久しぶりに野球の応援したら疲れたよ。お疲れ様です、マコさん。さすがでした。うん、まだまだいけるね。ところで例の玉蹴り会の活動は順調なので。ん、ああ、あれ、世界大会終わったからもういいや。だって国内はパッとしないでしょ。しばらく海外に住んでたからよくわかんないし。はあ、次は玉砕き会でも作ろっかな。カレン、玉打ち会の方はお願いね。はい。しばらく見ない間に大きくなったね、心も体も。ボス、恐縮です。